っと長くハロン湾を楽しみたい。そこでぜひおすすめしたいのが、ハロン湾で特別な時間を過ごす一泊二日のハロン湾クルーズです。バーヤ号はベトナム王が使っていた船をフランスのデザイナーが再現した客船。2007年から運航しています。出航は毎日12時、乗客はゲストハウスで受付を済ませて小舟で船に向かいます。1泊2日のクルーズの料金には宿泊料金、食事代が含まれ、主なアクティビティを無料で楽しめます。お待ちしておりました。ようこそバーヤ号へいらっしゃいました。どうぞこの船であなたにとって特別な素晴らしい時間をお過ごしください。バーヤ号の客室は全部で20室、最も豪華なキャビンがアッパーデッキの船のへさきに2部屋だけあるロイヤルスイート。窓辺のソファーの向かいには大きなキングサイズのベッドが置かれ、部屋全体がシックな色で統一されています。バスルームには十分な広さのバスタブもあります。そして16部屋あるシャワー付きのデラックスルーム、どの部屋からも海を望むことができます。いよいよ出航です。バーヤ号はハロン湾をぐるりと回ります。海の競輪といわれるハロン湾は1994年に世界自然遺産に登録されました。ハロン湾には大小2000の島や奇岩があり、その半分に名前がついています。ハロンとは竜が舞い降りるという意味。薄もやの中に見える島々は竜が現れそうな神秘的な雰囲気です。やがてランチタイム。ランチはブッフェスタイルとなっています。熱々の料理をいただきましょう。一皿目に盛り付けたのはじゃがいも、もやしのサラダとエビと豚肉の生春巻き。春巻きはしっかりとした噛み応えが本場の美味しさです。二皿目にはカニ肉、野菜、イカを詰めたカニの甲羅焼きと新鮮なゆでエビ。ハロン湾で採れたシーフードを好きなだけ食べることができます。レストランのあるラウンジデッキの外にはテーブルがあります。ハロン湾を見ながら爽やかにランチを楽しみましょう。一泊二日のクルージングにはゲストが飽きないようさまざまなアクティビティが用意されています。揚げ春巻きの作り方を教える料理教室、カヌーやシュノーケリング、スパマッサージを受けることもできます。午後2時30分、小舟に乗り換え途中の島へ向かいます。ハロン湾の島々にはたくさんの洞窟があり、その中のいくつかは上陸して探検できます。この島には特に美しい洞窟があるといいます。
石灰岩の岩が何年もかけて浸食され生まれた鍾乳洞スーソットケーブ、驚きの洞窟と呼ばれています。内部は意外に広く、高さは10メートルを超えます。洞窟を抜けると展望台、絵はがきのような眺望は洞窟からの贈り物です。ハロン湾には水上で暮らす漁師の村が4つあり、1300人ほどの人々が暮らしています。クアバン村はおよそ700人が住む最大の村、教会や小学校もあります。村では子供たちに伝統的な水上の文化を伝えています。午後5時、入江に停泊したバーヤ号に戻ると夕暮れ、ハロン湾は黄金色に染まり神々しく輝きます。やがて夜が訪れるとともにディナーが始まります。前菜はエビのサラダ、トマト、キュウリ、エビをバルサミコ酢で優しく包み込んだサラダでまろやかな味わいです。メインは牛肉のフィレステーキ、カラッと揚げたフレンチフライ、柔らかなフィレ肉とブラックペッパーソースの相性が素晴らしく、旨味が舌の上で溶け合います。デザートはティラミス、フルーツが爽やかな味です。ディナーは全部で5品、ボリューム満点の料理もクルーズの料金に含まれています。ハロン湾で迎える夜、海の上の特別な夜が更けていきます。早朝、デッキでの太極拳、ゆっくりと体を動かしながら幻想的な時を待ちます。ハロン湾の一日が再び始まります。大自然は昨日とはまた違った表情です。龍が舞い降りる神秘の海ハロンは、太陽の光を浴びながら刻々と表情を変え、青い海へと変貌していきます。一泊二日のクルーズだからこそ出会うことができるハロン湾のさまざまな美しさ、奇跡の景観を永遠に心に深く刻みましょう。